チッ、誰も知らない狩人こと、イカレタコスケです。皆さん、このクエスト知っていますか？クエスト情報より、モスはモスでも、モスのモス。これ、今年の、新年早々やってきた、1日2日限定のね、クエストだったんですけど、確かなんかね、重鎧玉とかたくさん手に入って、とっても美味しかったんです。ただ、2日間しかないのに攻略が大変だった。なぜかというと、この豚即死させてくる。まあなんか変な魔法を使ってくるとかじゃないんです。単純にあのちょっとでかい豚さんは、モスさんはタックルの火力がねとんでもねえんですね。当時あれを防げたのはガードとかあったら防げたかな。だからガードがあって防げるってことは本当の意味での即死じゃないですよね。あのベヒーモスのメテオとかとは違うわけですよ。でもそれももう上位の話。今やマスターランク、マスターアジア級になったこの我々ハンター、見てください、防御力1438、そこに忍耐の種とかもう適当にいろんなものをぶち込んでいってしまう。そうあるか、忍耐の丸薬も効果グレートも打ち込んでしまうと、結果バン1882。もうこれ上位では考えられない防御力なわけですよ。まあ、これだったらば余裕で防げるだろうと、不動の装備も着て行ってみようと思います。さあ頼むよ君たち、所詮トンテキになるために生まれてきたキノコ的存在というわけ。愛というわけ、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 愛というわけ。クリリンのことか。だが我々にも意地がある。マスターランクとしての意地がな。最近コラボできたこのホラゼロできた。この防具、シールドウィーバー一式シリーズ、こちらには防御力を上げる効果がある。その防御力や2652、笛付きの状態、ここに忍耐の種、そしてさっきほど同様回復薬へグレート、そして忍耐のあれ、あ、びっくりした。忍耐の丸薬。これにより、防御力3467。さらに、そこに、不動の装備を装備し、今こそ、やる時だ。かかってこい、豚ども。お前らの威力が、もはや上位以下である、上位以下である。ごめん、嘘だ。嘘だ。おい、行ってみようぜ。ほら、向こうも準備万端だ。やってみろや、体力の総意だぞ。おい、こちら防具、防御力 3600HP2 倍だぞ。分かってこいや、ちょっと弾薬切れる前にね。よっしゃ、来い、かかってこい豚さんよ。来ねえな、おい、早く早く早く、おいおいおい、いいな、すげえ、なんだこいつ。もうさ、ムフェトジーバの巣にさ、こいつら解き放てよ。回れ回れやれ風車、また同じ場所へ帰って、揺れて揺れて果て間な心、君は知らない、まあ